福井テレビジョン放送株式会社は、福井県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。略称は、FTB であるがほとんど使用されておらず、通称である、福井テレビが主に使用される、企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出典 1978年3月31日1992年3月31日から2003年3月31日、福井テレビでは以下の3冊を発行している。福井新聞社が20.7%、中日新聞社が15.8%の株式を保有していることから、福井新聞、日韓県民福井とのつながりが深い。初代社長の吉田渡は、 福井新聞の元社長であった。全国紙の新聞では、朝日新聞との資本関係がある。福井県の2局目のテレビ局には、福井新聞社、中日新聞社、朝日新聞社、産業経済新聞社などの各メディアが免許を申請していたが、当時参議院議員であった、熊谷田三郎の下で一本化が図られ会社が設立された。熊谷は、 会社設立時に初代会長に就任している。開局後、福井新聞と中日新聞との対立が激化し、1972年1月末に中日新聞、東海テレビ放送からの出向社員を引き上げられる事態に陥った。その後、東海テレビとの関係改善のため1973年11月5日より中日ニュースが放送された。 各新聞のテレビ番組表における福井テレビの扱いは以下の通り、中日計画誌では民放左端に掲載している。中日スポーツのこの福茂版は滋賀県と京都府の一部でも販売されているため、滋賀県での中日スポーツ番組表では民放左端は在阪局でも琵琶湖放送でも京都放送でもなく福井テレビである。三景スポーツでも近畿、 東海、北陸地域向けの番の番組欄下段に小サイズで掲載している。以前は大阪本社管轄の近畿地方以外の地域イコール、東海、北陸、中国、四国の番で一般スポーツ競技のページにハーフサイズで掲載していた。同じ系列の産経新聞の東海、三重版のテレビ欄にもエリア外ではあるが、ハーフサイズで番組欄が掲載されている。 設立当初は、中日新聞、産経新聞、朝日新聞が株主として名を連ねていたことから、富士テレビ系列とネットテレビ系列とのクロスネット局として開局する方針であったが、開局直前の1969年7月に、富士テレビ系単独ネットに変更。富士ニュースネットワーク、富士ネットワークに加盟する。開局時に、県内の放送局、 福井放送からネット系列の番組及び TBS 系列の一般番組の一部が移行。以後は両局で両系列の番組を共有することになった。一貫して富士テレビ系列局だが福井放送は1989年にテレビ朝日系列へ加盟しており、加盟後も日本テレビ系列主体の番組編成となっているため編成やスポンサーなどの都合で 福井放送では放送されないテレビ朝日系列の番組及び TBS 系列、テレビ、東京系列の番組を番組販売で放送している。G ガイドは本来は各地の TBS テレビ系列局がホスト局になっているが、福井県には同系列局が存在しないため、本局が G ガイドの番組データの配信を行っている。 2006年5月1日から NHK 福井放送局福井放送と同時に地上デジタル放送を開始。それに先駆けて2005年9月1日にデジタルマスターへの変更を完了した。またデジタル放送開始を見据えて2006年1月よりキャッチコピーを夢は真、に変更。現在のキャッチコピーは超える力。 2008年9月1日より画面右上に自社ロゴマークのウォーターマーク表示を開始した。富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図、リモコンキー ID は8、2011年7月24日をもって終了。本局中継局現在の番組の詳細は公式サイトの番組紹介あるいは週刊番組表を参照。太字は字幕放送。 制作局の表記のない番組は、富士テレビ制作、TBS 系、テレビ朝日系、テレビ東京系その他ほかほかほかドラマに関しては大部分は、福井放送で放送。他以下の日本テレビ系番組は、地元の福井県の日本テレビ系列主体で、テレビ朝日系列とのクロスネット局である、福井放送では、放送実績がない。ほかほか男性女性男性女性。 ありがとうございます。